ごめん、ほんとごめん。キスはしたの？したかも。なんなの、なんでこんな時まで素直なのよ。いや、記憶を抹消したいわ。天城くんがいろんなことをすでに経験済みなんて。ごめん。なぜこのタイミングでキスを。いや、口にしたことはあるけど額にはしたことなかったなって。うん、曽根崎さん相手だと額でもドキドキする。天城くん、はーい。色には隠れているのもルール違反ですよ。もうペナルティですね。先輩たちが永遠に鬼。やっぱり男がいるとよくない。